Io sono Tettoi Manashi, no Uraniwa, Eden no Sono no Genzai, Sumi ga arawaremasu. Soste watashitachi no mainichi no honto no jōtai, watashitachi no seishin no jōtai. Itsumo Akuma ga onaji yūwaku wo watashitachi ni dasu. Itsumo onaji, ironna katachi de dasu. Anata ga kami である。あなたが神のものを取ることができる。自分のものにすることができる。つまり、自分で決めることができる。勝手にすると、あなたが誰にも従わないで喜ぶだろう。満足だろう。神のように生きるだろう。これは奥さんとの関係の時、子供との関係の時、兄弟との関係の時、などなど、いろんな形で、いろんな隅から、悪魔が私たちに近づいて同じことを言います。このしもべたちが言ったこと、私のものにしよう。イエス・キリストは神の国についての話をしていた。神の国ね、私たちの遺産だから、神の国が私たちのためです。この人たちがアダムとエヴァと同じように何もわからなかった。私たちも幸せ、喜び、満足、すべてが私たちのものですが、取り方が違う。そちらには悪魔が入ってしまう。恵みとしてもらう。そして作られたものとして、子として生きるか、自分が神として生きるか、それを奪うか、この遺産、この天の国を奪うか、どっちか。四旬節はそのためです。それを識別するため、毎日毎日、私は神に従うかどうか、神の御旨に入るかどうか、私がその、私に与えられた恵みをもらって受け取って、そしてその恵みが私の中に良い実りを結ぶかどうか、これだけですよ。この結ばれる実りが天国です。この地上でもちろん天国の味に、そして死んだら完全にその愛の実り、クリストがみんなのうちにいるだろう。だから兄弟たちは本当に改心しましょう。私たちが落ち着く、落ち着く。どれほど神様が私たちに、対して忍耐を持ったか。面白いでしょ。何回も何回も送った。普通には一回送られたものが殺されたらすぐ行ってみんなを殺して終わり。しかしクリストが私たちに代わって死んだ。私たちが新しいものを通して、新しい民を通して生まれるために、キリストが死んで復活した。だから私たちも彼と共に毎日、古い人間が、古い民が死んで、新しい民、新しい人間として生まれるように、その後継ぎ、その素晴らしい遺産、神の親しみ、神の喜び、神の命をいただくように。